はい、山本一郎でございます。こんにちは。皆さんチャンネル登録とコメントをよろしくお願いします。ということでね、台風2号でっかいのが来てね、こうグアムを直撃してグアムに旅行されている方が帰れないっていう話があってですね、まあ700人から800人ぐらいなんか今日大変な思いをされている方がいるんじゃないかみたいなことで、まあね、これ本当、まあほとんど結構大変なことなのかなと思って見てたんですけれども、まあちょっとね、携帯が復旧し始めたりとか電気が 15% ぐらい戻ってきたということで、まあ少し胸をなで下ろしているところであるんですけども、まあちょっと間違うとね、これまあ私らみたいに、まあまあなんか仕事でグアム行くような人はまあ多くないと思うんですけども、そういう人もまあ割と引っかかるものだと思うんですよね。なのでこうそこら辺どうやってまあ対処してもらえるのかなと思ったら、案外こうね、こうツイッターなんかでも見てると、そのまあ現地で足止め食らって、もうほとんどそのホテルからアウトされて野宿されてる方が書いておられてですね、政府がね、何も助けてくれないみたいなことを書いて、いやお前政府に頼るのはなんだよみたいなことを言ってる人もいたりするんですけども、これ結構ね、こう原型としてのそのネオっていうかね、こう非戦闘員の方の退去みたいなところも含めて考えると、いいモデルケースなのかなと思うんですよね。でまあそれに対して霞ヶ関にお勤めの方何人かね、こう非常にこう、まあ、強い言葉で、それは自己責任でしょうみたいなことを言っちゃってるのでですね、お前それ霞ヶ関にいる人間がそれ言っちゃいかんのではないかというふうに個人的には思うんですけどね。まあ結構そのあたりはそのリードといってもいろんなまあ役割を果たしてらっしゃる方もいるので、まあそういうふうにお考えの方がいてもおかしくはないんですけれども、まあ基本的にはこれ本当安全保障のそのいろはの意のところだと僕は思っていてですね、まあ仮にそのね、例えば渡航情報でその台風も来るので気をつけましょうってのがあったとしてもですね、まあグアムに旅行する、例えばこう4泊5日とか5泊6日とか、まあ、それぐらいで行かれる方も多いでしょうし、まあ、仕事で行かれる方は多分カンファレンスも含めて2週間ぐらいグアムに滞在されるって結構普通にあると思うんですよ。でそこでこうまあね、まさかそのグアム国際空港がね、直撃食らってそのターミナルが動かねえとかですね、まあ、99% の停電になったとか、まあ、普通は考えられないわけですよね。もちろん台風が来たら大変だってあって、その飛行機 何便か飛ばねえかもしれないみたいな、そういうのあるかもしれないですけど、まさかその完全に交通が麻痺してね、こうトロピコがよみっていうような状況になるとですね、さすがにこれはやっぱりこう、その人に対してその渡航情報でね、こう台風を警戒しましょうって書いてあったじゃないですかって言ったって、そうは言ったって楽しみにしてるグアム旅行をね、その台風が来てその数日そのまあ足止め食らうかもしれないけど、まさか完全停電するとは思わないじゃないですか。まあその辺も含めて考えていった時に、その渡航者の側にその罪はあったのかって結構重要なポイントだと思うんですよね。で仮にこう100歩譲ってですね、その渡航者の方に問題があったのだ、それはね、そういう情報があったんだから、その旅行は控えるべきだったみたいなことを言う方がいらっしゃったとしてもですね、仮にそうであったとしても、やはりその国のその安全保障の観点からすると、どのような理由であれ、どのような理由であれ、まあ災害だとかテロだとか、まあ内戦だとか、まあ様々な理由でですね、その国民の命やその財産が危機にさらされうる場合ですね、まあ、これはどういう形かであれ、助けに行かなきゃいけないでしょ。でこれを助けに行くからこそ、我が国はその国としての低迷を保っていて、安全保障のそのまあ考え方なんかもある程度ね、一定の割合知らしめられうるものだというふうに思っているはずなんですよね。でさらにそういうことがあるために、その我々は税金も払ってるわけだし、国民の安全そのね、生命に対してこうまあきちんとその敬意を払うというところを踏まえてやらなきゃいけないと。でこれって僕ルーレットして2つあると思うんですよ。で、まあ、1つが安田純平さんがそのまあマールでイスラム系勢力にこうまあと捕まってですね、まあ長い期間拘束されて、そのまあいろんなね、まあ風文にさらされてしまって非常にかわいそうだってあるんですけども、もちろんね、その財務省の制止を聞かずにね、まあその旅券返納命令だなんだいろんなことあったかもしれないけども、でもその現地に行って取材をするんだと言ってですね、危険を顧みず行った結果、そのリスクが実現してしまって、拘束をされてしまった日本人に対して、これを救わないっていうのはちょっとありえないわけですよね。これはいかなる理由であれ、現地でその生命の危機にさらされている人に対して、日本政府はサービスをしなければならない、報酬をしなければならないっていうのは、まず1点。で、もう1点がですね、まあ、とある国でですね、やっぱりその同じようにテロにあってですね、まあ、プラント会社の日記さんがね、大変苦労されたということがありました。で、そこにはその当然関係会社、協力会社も含めて、いろんな人たちがそこで働いていてですね、で、そこでこう、日本人のその生命と財産がですね、まあ、奪われてしまったっていう、まあ、事例がありましたと。で、これなんかも、その、まあ、もちろんテロも起きるかもしれないっていう、その危険だよっていう情報はあったらですよね。でもやっぱりその先方に行って、プロジェクトをそのちゃんとやらなければならないっていうリスクを冒して、仕事をされている方ってやっぱり一定の割合いるわけですよ。で、それに対して、日本政府がそういうテロ情報に対してどのような形でその日本人に情報提供していたのか、何かあった場合にその日本のそのまあ、プロテクトできる要因がね、現地にどのぐらいいたかどうかっていうのはまた別の話ですけども、なるべくしようとする努力を払いましょうよっていうことが、まあ、一丁目一番地あるわけですよ。
で、ここを抜きにして、その安全保障ってそもそも語れないわけでして、その、全くリスクのない世の中っていうのは、まあ、存在し得ないわけですよ。それこそ日本では、ほぼね、毎週毎月のように地震があるわけですよね。で、その地震に対する対処ってのは、当然いろんな人たちが、その、自分自身も気をつけるけれども、まあ、公共の枠内で言っても、その、いろんな人たちがそれに対してカバーして初めて地震対策になってるわけじゃないですかと。で、それに対して、その、例えば被災された方々が、その、あんたのとこさ、だってフォッサマグナとかいろいろあって大変でしょと。で、その、まあ、震源地の近くにこうね、住んでたら大変じゃないですか。それは自業自得ですよって言うかって話ですよね。だって危険なの分かってんの。で、危険なの分かってんだけど、地震が起きるけど、そこに住んでいるっていうことに対して、まあ、彼らは、まあ、そこに暮らしている人たちは、それは私の権利だと思ってるんですね。で、もちろんその権利なので、当然住む権利がありますねと。で、それに対して、なるだけ安全に暮らせるように、日本政府が税金を取って、例えば災害になった時には、その出動する自衛隊の人たちが出たりとか、もしくはその、まあ、再逮捕に基づいて、その地元のね、まあ、自治体の方々がその奮励されたいっていうことをサービスとしてやるわけですよ。で、これはもちろん国内であれば当然ありますねと。で、海外に対しても同じように、そのどのようなその危機があったとしても、これが災害であれ、テロであれ、まあ、内戦であれ、何であれ、疫病もそうだと思うし、いろんなものがあったとしても、そこに日本人がいるからには、なるだけその日本人に対してきちんとサービスをやろうっていうのが本来の安全保障の一丁目一番地なので、まあ、そこは、今回の件においては、もっとその、霞が関の人たちは同情を寄せるべきであったし、もちろんね、政府をふざけるなっていう人に対して、こうね、気持ち的にね、なんだこいつってなるかもしれないですよ。お前自業自得やんけど、お前旅行保険入っとらんからそういうことになってるんじゃないか、みたいなことを言いたい人もたくさんいると思うんですよ。で、さらにはその、まあ、今回その旅行保険に関しては、まあ、災害なのでね、多くても2万円ぐらいしか1日出ねえよ、みたいな話になってですね。まあ、2枚も出れば、それは他暮らせんじゃねえの、泊まれんじゃねえの、みたいなこと言ったって、それはね、例えばその初めての海外旅行でね、英語を喋らなくて行ってる人もいるかもしれないし、逆にそのね、現地でビジネスに行ってるから、その旅行保険の枠内も、なかなかそこら辺が満額出ない人もいるかもしれないし、そこら辺は千差万別なんですよね。だそのどのような事情にかかに関わらず、現地で困っている日本人が出たからには、日本政府はなるだけ助けられるようなアプローチをしなければなりませんねと。単に情報提供するだけじゃなくて、まあ、ここに来ていただければなるだけね、備蓄しているものに関しては全て放出をして皆さんにその暮らしていただけますみたいなことをやるのが、まあ、本来の筋でしょうと。もしくはそこにいる日本人に対して、日本政府がそのきちんとそのいろんな企業に対して、その日本人いるから、なるだけそのきちんと泊まれるような形で、野宿とかね、ホテルのロビーで寝泊まりするとかじゃなくて、空いてる部屋があったらなるだけそこに対して融通しちゃってくれみたいなことを交渉するのが、まあ、本来の日本政府 そのやるべきことなんじゃないみたいなことって当然今後起きると思うんですよね。で、俺はその延長線上に例えば台湾問題があって台湾でその、ねまあ、紛争が起きるよみたいな話になった時にですね、まあ、それこそその与那国島とかね宮古島とかその辺って戦地になる可能性もあるわけじゃないですか。で、そういうところから、まあ、そこに住んでる日本人ってそれは台湾有事があったらそこは戦火にまみれること分かっていった上で住んでるわけですよ。で、それは危険情報じゃないですか。でもその危険情報が具現化するかどうかは分かんないけど、でもとりあえずそこに住んでるわけですね。で、そういう人たちっていうのは、その、まあ、そこに住む権利があるから住んでるわけで、それは当然その個人財産を持っている人は財産権を行使してるんだとか、まあ、そういう住んでるんだから、それは日本国憲法に認められた居住の権利を持ってるんだみたいになるわけなんで、そういう人たちをなるだけ守るのが日本のその政府の役割になるんで、そこは当然守ると。で、さらにその台湾にいる人たちの根をですよね、まあ、それこそ非戦闘員の方々をどうやって、駆けつけ警護等をやって、日本に戻してくるのか。これはこう、安倍晋三政権がその、まあね、それこそ吸ったもんだしてね、こう、シールズの人に大いに騒がれながらやっていた、その安保関連法制のですね、まあ、一番一丁目一番地のところをもう一回見直しをしましょうよ、みたいなことで、こうやっていた話なので、そこは最終的にやはりこう、まあ、適切な形で日本政府が介入するためにはどうすればいいのか、みたいなことは、まあ、まさに今、もう一回こう、喫緊で検討しているところですよね。で、そこは、我々、まあ、いろんなところでね、その、まあ、頑張ってる人たちのことをこう、見ていきながらですけれども、実際そうね、まあ、安全保障だとか、まあ、情報だとか、もしくはその、まあ、海外関係に携わっている人こそ日本人の生命や財産をどう守るべきか、それはそのどのような目的やどのような動機であれそこにいる日本人の生命が危機にさらされているときは特に日本政府はきちんとそれに対する対応していくことが止められるということが大前提だって、ただ日本政府も万能でもない、もうなんていうのかな、こうまあ、すごい勢いでどこの地域でもその駆けつけられるぐらいの勢いで軍備力を持ってるわけではないので、それはやはり関係諸国の関わりの中で、こういうことになっている日本人がいるとしては助けてやってくださいよという、まあ交渉したいとか、もしくはそこにいる日本人のやその周辺の人たちも含めて、もしね、まあきちんと止められるところがあるのであれば止めてあげてくださいよとか、まあそういうような形でその安否確認をしながらきちんとした形で日本に帰ってこられるように、もしくはそのそこの地域でね、危険があってもとどまるって方もいると思うので、まあそういう
った人たちに対して、適切なサービスを日本政府ができるようにするようにっていうのは、まあ、一つの、まあ、美しい日本のあるべきその安全保障の形だと。で、これこそは民主主義国家なのであって、その民主主義であるからには、そのやはりその国民に対する政策を政府がしっかり守るために、その、あの税金をいただいてね、でっかい観光庁があってですね、そこに一生懸命いろんな人たちが働いて、世の中できてるわけですから、そこはこう頑張ってやっていかなきゃいけないよってことは、もう最低限守ってほしいなというふうには思うんですよね。で、まあ、止まれる話にいろいろあるんですけども、例えば、まあ、私がね、中央アジアとか、まあ、ロシアとか行ってね、で、なんか、とつかまりましたと。で、まあ、最近だと中国に行ってとつかまる人もいるんですけど、まあ、それに対する、その、まあ、なんていうの、身柄解放も含めた、その、交渉をどうやってきちんとやっていくのよ、みたいなところって、まあ、今後の課題だと思うんですよね。で、まあ、私もこうね、もうこう変なとこ行くと、やっぱりその身の危険を感じてね、まあ、これって結構大変だなと思いながら、その、仕事してたりとか、そのいろんなね、話をしたりとか、もちろんね、行きゃ行ったで楽しくてわははとやってるんですけども、でもやっぱね、まあ、話を通じないやつもいるし、そのやっぱね、こう、袖の下払わないとお前ぶん殴るぞぐらいのこと言ってくる人たちってやっぱいるのでですね、まあ、そういうような人たちが、その、こうね、つるんで、例えば拉致をしちゃいましたとか、もしくは身代金要求のためのなんかこうね、枠組みの中でこう、いろんなことを言いましたみたいな、やっぱあるのでですね、まあ、そういうものに対するそのまあ適切な関与っていうのはやっぱり今後どういう形かでやっぱり考えていかなきゃいけないと。でそれはもちろんその相手が人の話なんで、これは 人なんでどうにかなるものなんですけど、一方で災害ですよね。災害とかその疫病とかの場合は、なんだかそれに対するヘルプを現地の政府だとか、その周辺のね、お金を持ってる人とか、もしくはその、まあ、その住んでる日本人とかいろんなところにこう掛け合いをしてですね、日本人がその不当にね、例えば薬がなくて死んじゃうとか、もしくはその食べ物がなくて困ってるとか、野宿でその、ね、雨粒をしのげないよとか、そういうような人たちに対して、きちんとしたサービスが最低限以上に提供されることをその期待してですね、働きかけをするっていうのは、まあ、ものすごく必要なことで、そこに対してあまりこう文句言わないでやってほしいなというふうに思いますよね。どういう形かであれ、その現地に行く人がいるのでですね、その理由をいかんの問わず、その日本人を救うためにはどうすればいいのかってことを考えるのが本来の霞が関だとか、その辺で携わっている人たちの本来の使命なんじゃないのかなというふうには個人的には思いますけどね。はい。まあ、いろんな考え方の人もいるんですけれども、まあ、少なくとも公募ってそういうもんだよっていうのは、ちょっとこう、ぜひ考えておいていただければいいかなというふうに思いますね。はい。どうもありがとうございました。失礼します。